電源都市線あざみの駅東口あざみの駅は神奈川県横浜市青葉区あざみの2丁目にある東急電鉄と横浜市営地下鉄の駅である横浜市の北部青葉区の東部に位置する周辺は標高50から60メートルの丘陵地で駅の東側約1キロメートルのところには東名高速道路国道246号がある東京方面 横浜市中心部へのアクセスが良く、ベッドタウンとしても人気が高い地域であることから、住宅地として造成開発が急激に進んでいる。東急電鉄の田園都市線と横浜市営地下鉄のブルーラインが乗り入れ、接続駅となっている。ただし、ブルーラインは営業上の路線故障であり、正式路線名は当駅から関内駅まで3号線である。 相対式ホーム2面2線を有する公開機。改札口は1階にあり、ホームは2階にある。2018年9月9日にホームドアの使用を開始した。非常用設備として折り返し設備を枝駅側に有するが通常は使用されない。主にあざみの長津田間で事故等が発生した際に使用されている。また以前臨時で設定されていた当駅始発列車は 江田駅の対比線で留置していた。田園都市線の急行運転開始当初は通過駅であったが、横浜市営地下鉄の接続駅となり、乗降人数が増え、市民及び横浜市からの強い要請もあり、2002年3月28日のダイヤ改正時に急行停車駅となった。駅長所在駅。あざみの館内として、当駅青葉台館を管理している。 乗り場駅構内設備友人の定期券売り場は1階にあり、東急バスの定期券も併売される。待合室はない。上りホームに売店があり、下りホームには、取総材専門店は、負けがある。改札内には、東急クルメフロント運営のそばや、渋そばがある。改札外駅構内には、あざみの駅内郵便局、横浜市市民局あざみの駅行政サービスコーナーがある。 2004年11月20日には、ランキンランキン、カフェ、総菜屋、テコプラザ、青バック役所出張所などの8店舗の小型商業施設も開業した。トイレは改札内1階と小型商業施設の奥にある。島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札口は地下1階にあり、北新を予定している影響もあるためかホームの位置は深めで地下3階にある。 2007年4月7日にホームドアの使用を開始した、駅長所在駅。あざみの管区駅として、当駅中町大館を管理している。駅のデザインは、できるだけ明るく安度感が持てるように壁は淡いピンク色で、壁面のやつ感を減少させるために表面に陰影の出る日丁がかり山形タイル券針を使用した。プラットホームは、コンコースと同系色を採用したが、 開放感を持たせるために壁には、フッ素樹脂塗装の後半を、天井には、アルミスパンドレルを使用することで平滑な仕上げ面に、している乗り場駅構内設備バス定期券売り場は2008年4月19日を、もって営業を終了した。同所での地下鉄定期券の販売は2007年夏で終了した。待合室はない。トイレは地下1階にある。 改札外駅構内にコンビニエンスストア、売店、上島コーヒー店、赤ちゃん休憩室がある。1日あたり、乗車人員の推移等級、市営地下鉄ともにグリーンラインが開通した2008度直後には、利用者数が減少したものの、近年は横ばいである。近年の1日平均乗降人員推移は、下記の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通り。 近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り、店舗など2006年に西口ロータリー改良工事が施行された。これにより歩行者が駅前広場内を横断したり、交差点での自動車の渋滞、駅前広場内で一般車がバスやタクシーの走行を阻害するといった問題が解決された。また2008年7月末には、 西口駅前広場上屋拡張工事が完成し、雨の日にバスを待つ列に並ぶ際に傘を差す必要がなくなった。店舗など停留所名は、あざみの駅で、駅西口に隣接して、バスターミナルが設けられている。西口バスターミナルから離れたところに、専修大学行くキャンパスへのスクールバスのリバがある、短名であった、加藤期の田園都市線緑色帯駅名表。ありがとうございます。